僕人見知りなんで、人の前で発表するとか絶対無理なんですけど、僕のホテルマンになりたいと思ってて、 LA 科目を通してリーダーシップを培って、その将来ホテルの職に役立てたらなと思って、 LA 科目があるのにとても魅力を感じましたね。それをその身近な友達がいないってことは、自分から行動力をかけれない、つまりそのもう心臓バクバクしますね。LA のいいところは、自分みたいなちょっと奥手な人でもなんかリーダーシップを発揮できる場を設けられるし、 LA の先輩方も自分たちがより良い案を考えれるようにアドバイスしてくださるので、自分もそのアドバイスを受けてこうした方がいいんじゃないかっていうことを自信持って言える環境が整っているので、そういうところが LA のいいところだなと思います。子供の頃からホテルっていう雰囲気が好きで、よく行ってたんですよ。なんか お父さんとかにお願いしてホテル行きたいって言って、その時にホテルマンさんに名前とかよく覚えてもらってて、僕もこういう憧れる紳士的な人になりたいなって思って、ずっとホテルでの仕事をする人に憧れてました。やっぱり一番大切なのはお客様を笑顔にできるのはとても素敵なことだと思ってて、自分にもそれができたらいいなと思ってます。